ね、違うバンドでしたね。アイドル志向の強いバンドにいたんだよね。芸能界にいたんですね。ね、で気がついてみると劉弁にその人気の座を追われ、今やミュージシャンとしてしか生きる道がなくなっちゃったのね。その通りですね。しかしこのチャート5第5という取り合わせね、夏だけかと思ったら結構続きそうじゃないの。どう？そうですね、これからもまたチャンスがあればどんどんやっていきたいですね、うん、チャンスがある、ね、それなんかシャレ？シャレじゃない、シャレじゃない、あのさお父さん、はい、どう、病院行ってきます？行きました、この間。あ、そうですか。そらそうとね、はい、今日もこのステージ最後なんで、この番組最後なんで、華やかに一つね、チャート5第5の演奏をやってもらおうと思うんですけども、最後に一言聞きたいんですけども、どうですか、これから日本のロックの状況はどんな風になりますか。一言ずつどうぞ、まず、ミッキーさん。最高ですよ、もう。芸能界っぽくなってきたな、お前。続いて。なるほど、そんな感じでね、明るく、本当に明るく、明るく走るの。来るかい？小枝くん、森永小枝チョコレート、高原の小枝を大切に。よ、何が何でも白組勝利を戦うチャーの心意気はさながら闘牛士を連想させてくれます。ロック界の新子さんけの兄貴分としたこ